やってる時ならフルって出るから、そうそうそう、見えないだろ。でここにコメントが来ますので、ああそこにコメントが来る、すべて見えるようにしていきます。なるほど。あ、来るぞって言われたら OK。 はい、今日はですね、あのうちの次男がこの11月20日にオープンしました、豚しゃぶととんかつ屋さんを、まあ、伝えまして、ね、今日は忘年会ということになっています。後ろに、はい、後ろに薮岡、もういつもあの YouTube に出てもらってます。このメンバーが来てもらってます。ミオンにて、ミオンにて、はい、よろしくお願いします。じゃあこういうふうに置いて喋ろうか。はい、音大丈夫ですか？音これぐらい近かったら大丈夫。お疲れ様でした。今シーズンいろいろ復帰あれそう。あ、そう。どうだ。こう。ちょっともういっぱい飲んでます。眉毛染めて。これだから。今年は阪神が優勝して、まあみんな円満に終わった1年だと思うんだけど。岡ちゃんどうでした？1年間強かったね。再編もすごかったし、すごかったね。だからやっぱり去年その前ぐらいからね、選手が育ってきたっていうのもあるし、まあね、うん、でそれが今年非常に良かった。勝ったときね、襟正すやん、はいはい、だからものすごく緊張感もあったし、なんかこう伸び伸びってやる感じが確かにね。山なんかどう見てて、いやもう日本一になってくれたから、38年ぶり、仕事やっぱりちょっと増えましたよ。増えましたか、ね、俺ら増えなかったな。2割ぐらい、2割らしい。俺らパーティー呼ばれたから自腹で電車乗って自腹で、そうね。くじはもう今ね、子供たち教えたりしたんだけども、はい、どうでした？去年まで、ね、去年まではもうね、コーチで12年やりましたけど、12年やったの印象せずできず、すいません、俺もそうやいや、だからない、一番最初はこういう時あるんだよ、流れでね、ヘッドコーチです。ヘッドコーチね、あのからヘッドコーチやってましたからね。なかなか勝てんでね、はい、だけど、まあ、久美さんはね、久美さんが鳥谷を育ってくれたのが、そうか、今でこそ鳥谷ね、もうなんか見本のように今度逆に教える立場になってるけど、それを育てたのは久美、優勝ができなかったけど、でもそれちょっとした足跡がね、残ったいうのは少しね、お母さんだけです、そう言ってくれる。いやいや俺もずっとやるためのね、再開発になってるから悔しいやね、やめたって言って優勝して、俺は最後は1回だけ優勝したから、2003年プロ野球で優勝1回もない人いっぱいいるからな、うん、俺は90年の時に宿の母さんから最初に経験してて、僕は阪神は安心だから、でも92年は優勝しそうになりましたよ。あ、そう、92年新人だから、92年新人、あ、新人、これ92年4年新人王、これ76年新人王、え、本当ですか、うん、76年はい、すげえ、お母さん違う、何をもらえないか、本当か、そうか、新人王取ってないですか、珍しいですよ、これ3人新人にはなったけど、新人王は、ね、誰でも新人にはなった、新人ではあったよ、新人は新人類王じゃないですか、でもなんか珍しくないですか、いや、4人いて、3人いて、それは珍しいね、珍しい、でも俺どういうコメントするやん、いやいや、珍しいでいいじゃないですか、珍しいいや、一番は珍しいタイプ、そうだね、乗るよ、いや、俺もあるわけ、禁じられない、禁じられない、僕入った時は二軍の仕事、あー、そうだ、守備やってる、営業の魔術師、魔術師魔術師だよ、だからあれが開幕で勝った阪神で、ずっと言われてて、僕はお母さんと言うと、面識なかったです、2軍と1軍だから、その時に、僕、秋の秋季キャンプになるとこう合同っぽくなるじゃないですか、シーズンは。で、お母さんとしては、会話した時に、先輩たちが、いいか、しんどくなったら、お母さんに質問せよ。質問したら、ずっと喋るから、ずっと喋るから練習楽になるぞ。そういうアドバイスをしてくれた先輩がいたりして。誰ですか、それは。平田さん。平田さん。俺に乗せて喋らそうと思うから。しおりちゃん、ちょっと、あの、これさ、コメントとか見るのどうしたらいいのかな。コメント
あ、しおりちゃん登場。お世話様でございます。これうちの自慢下の娘。知ってる、知ってますよ。娘ちゃんが、アルバイトした。後で娘さんも紹介しますね。これさ、できてるかな。あね、配信はできてたよ。何人見てんのこれ。7人見てますよ。7人しか見てないの。いや、7時からって言ったからな。ああ、そういうことですか。そう、20分はないね。チャット、いやでも出るようになってるから。じゃあチャットもない。多分普通にコメントがない。ってこと投げ銭されてない。投げ銭は投げ銭、今スーパーチャット投げていただいたら確認できると思うんですけど。これパパの携帯これ、うん、あパパこっちで YouTube 開いた方が。あ、そうなの。こっちの方が見やすいなら。なるほど。じゃあまだちょっとやっぱ早かったかな。どれで見ればいいかな。ライブってとことか。ライブ、あ、はい、なんか知らないですか。コーチ歴長いよね。コーチがだから
20年、20年、広島阪神オリックス、だから5回に分けてコーチやってる、3週目に入った今言うだ、すごいよそれで契約金毎回もらったんですよだからいい生活してるんですよ、いい生活してるんですよ、村上1回目、そしてヤブ、ヤブさん、はい、半袖で行きます、もう体しっかりしてそれで、クジさんですね、こんばんは、で今日はなんかもうあのここでいろいろバイトしてくれる人たちも折々出てきますけれども、これでしおちゃんも言うとね、よろしく言ったね、よろしくお願いします、あ、近いなほんで近いなただこれいいですね、これも23年になるから、ふふふふ、あーこれがない、これ取る、カオさん、若さの秘訣は好きなことするよね、はい、そうです、自転車、自転車自転車ですよね、もう好きなことしてストレスをためない、ためないっていうか、ストレスを感じない、いや、その代わり周りがストレス感じてるからね、はい、そういうことね母親がいつも言ってましたママの気持ちは何も分かってないのよ、パパは言われるよ、言われるよ、辛いやつ言われますよ、でね、お子さんも日八会ね、日八会ください、70歳、同い年で28年生まれが日八会ってこと、昭和28年1年と9年の3月までのね、あ、まあ、ね、同級生で何だと思ってたの、全然なんで日八ってなんかそういうテレビがあるのかと思ってて、あ、こっちあるの、今言っちゃいました、大丈夫、まだこれ大丈夫、これできると思う、これいいよ、ここ行ってきます、これヤブさんだけで減りそうやけど大丈夫そんな言わんとってよヤムさん食べながらでも喋れるの、おたべりですね、おたべり、うまいね、ほらほら口が出るからさんまさんやけど、あ、そうや、現役時代と皆さんが体重って変わられました、なんでいきなり体重の話ちょっと今無情チャンネルさんがコメントくださったんですけど、僕は選手の頃より今2キロダウン、あんま変わらないよね、うん、安い、ちょっとヤブさんは、まだ俺に来るそうでしょ、順番に来てください、早く聞きたくて、すいませんね、お湯足しますね、いいね、いいね、ヨちゃんだよ、ここの店長です、いい出汁だ、これ水です、水か プラス8キロぐらいです、僕は、あ、でも一時すごい、もっとすごかった、痩せましたよね、痩せた、ね、痩せた、ね、だって入ってきたとどれを知っても78キロぐらいで入ってきて、うん、で途中で95ぐらいになってアメリカから帰ってきたら100キロぐらい、最高130キロ、130じゃないですか、118ぐらいです、118、すごい、いや本当に減ってないですよ、約120キロ、まあ、でも背も大きいですもんね、その分、だから今187センチ、107キロ、107キロ、公に178、まあまあ187、あ、びっくりした、0.1トン、ちょっと0.1トン、トンで言うと嫌やね、なんか変わられました、辻さん、お母さん5キロぐらいやっぱ太ってる、あ、でもやっぱり太る方が多いイメージないね、お母さんは5キロぐらい痩せた、痩せてる、やっぱ人もいますね、痩せていくのは年齢が高い人たちが痩せていく、痩せていくのは危ないよね危ない、確かにこの年になって一気に痩せるとみんな心配するね、そうですね、心配する、お前とか元気ですね、お母ちゃん元気、もっと弱ってるから、なんだけんけん、もっと弱ってるからって、いや僕知ってるだけにもうちょっと弱るの早いから、ああそうか、確かに、はい、一緒にやってたからね、意外と元気で、意外とね、あのしぶとい、気使ってるようで意外と根性あるよ、俺はどっちかが気使った、よし見せてるね、気使ったプリスプリセン、でも人間さんは若いって言うんですよ、今度はもう前に行ってるね、前に行ってる、前に行ってる、みんないます、だからタオちゃんはね、変なけど独善として言うならば、ほんと前ですよ、もっと言ってください、だから自分でしたいことに自分で思ったことって言いながら、だけど最後に自分で反省したのがフォローのことなのか、いや確かにね、あの星野さんとあの話した時に星野さんが俺とかお前みたいなのがいいなって言われた
俺らそれぞれ分かってるから付き合えるし、いいところ見てるから付き合えるよ。でもそうですよね、そういう風に思っとかないと分かってない。あ、ほら、あさちゃんと人間ね、お腹すいた。はい、一時失礼いたします。食べてください、いっぱい。ちょっともう一人ご紹介しますね。アイちゃん、アイちゃんちょっとさ、ちょっとまず紹介しましょう。なんか今日テイストが違いますね。うん、はい、アイちゃんそこ座ってください。かわいいでしょ、アイちゃんです。さて、誰の娘でしょうか。誰の娘でしょうか。やっぱお母さんにでしたね。あ、そう、あの愛ちゃんは、この前やってたアニーの時の何役したのか。テシー役をやって6年前ね。だ今高校3年生よ、もう今度卒業、はい、でこれから東京でまた今度何やるんですか。芸能の活動、芸能活動やりますからね。皆さんまた応援してあげてくださいね。それで彼女も YouTube をもうやったんだよね、はい、初めて。解説したばっかりです、ね、ばっかりですね、はい、まだ動画なんていう YouTube？ くじあいで、もひらがなのくじあいで調べたらすぐ出ますので、そうすると愛ちゃんが出てくると思いますので、これでまあカンと伸びてくれれば。よろしくお願いします。タワさん今9万7000人ですか。今6000。今6000、はい、もうちょっとですね。はい、来年はなんか一つ上の、ね、一層10万。あ、すごい、なんか当てましょうか、なんか当てましょう、みんなで頑張って。本当にね、本当だね。あいちゃんはね、さあなんか喋ってください。あ、本当ですか。うん、コメント。ごめんなさいね、今日皆さん、あの7時からっていうふうに連絡入れてましたけれども、もうみんな待ちきれなくてスタートしました。ありがとうございます。若さん若いよ、70には見えない、69には見える。もう79とか70です。あんまり賢くないとかね。タオさん、どんどん小さくなってる。小さくなってる。ああ、背じゃない、背は一緒だから。体重が、でもまあ2キロぐらいの差だな。あ、愛ちゃんはどんな YouTube にするのかなって。愛ちゃんどんな YouTube？ 私は Vlog 系で。Vlog ってわかる？ Vlog？ ビデオのブログよね。知ってるよ、若いから。若い、日常系、例えば撮影があったら、撮影の。あ、裏側を回してってことはさ、たぶんなんか料理するとかそういうのも見せる。ああ、そういうことね、はい、あの、なるほどね、のぞみちゃんとかがやってるやん。あ、そうです、ね、彼女をよー、いや、そうです、詳しいですね、たぶん見てるもん。あの、太陽くんとかさ、釣り一緒に行ったりしてたから。あ、うん、微妙なとこ。そうですか。赤が何のこっちゃかわからないじゃん。今太陽だから、杉浦太陽だ。杉浦太陽だ。杉浦太陽の奥さん、辻のぞみちゃんだ。杉浦太陽の高橋君だけど、あれの太陽を、俺の前から知ってるけど、生まれてからずっと知ってる。そうやろな、お父さんが我々の一つ下かな。一つ下で、お幼友達だから。そうそうそう。そういうことなんですよ。錦織動画形式にするやつかな。そうです、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 そうです。何動画、あの日記、日記というか、まあ、日記的にみたいなものを今の動画にまとめる。なるほど。朝、例えばお仕事行くまでのルーティンを、ね、あ、そういうのを見てもらおう。愛ちゃんはお父さんの現役時代見てましたか。見たことない。私が生まれた時に現役を引退したので。あ、生まれた年に引退したの。2005年、名古屋で生まれたの。あ、長男。長男、長男は名古屋で生まれて、今大学生でサッカーやってるね。愛ちゃんは今度どういう、あの、そういう何に職業したいの。そのタレントでもいろいろあるけど、ミュージカル女優。ミュージカルってことはやっぱり体鍛えておかないといけないね。そうですね。ああ、いいやな。どういう風になっていくのかな。自転車で鍛えた方がいいですよ。まあ自転車で多分、あの、1年に1回は日本から行かないといけない。タモさんついていった方がいいよ。それ罰ゲーム1回お母さんにやろうって言うんだけどね。罰
ママチャリでユニオン会に行く。ユニオン会200キロぐらいの坂道に行く。一生懸命漕いでね。日本海の海に多分ね。落とされますよ。沈んでるからね。絶対無理だ。現代人は無理やん。でも、小さい時向かい合わせに出ないよね。でもなんか、クジラとはこうやってさ、もう娘さんがそうやって芸能活動をこれからしていこうっていうのがさ、いや、楽しみ、いやいや、応援するだけです。楽しみはありますけど、うん、あんまりあの、プレッシャーかけないと。ああ、そうか。僕は、あの、そっちの方、芸能とかそっちの方が知らないから、はいはい、タモさんたちの方ね、まあ、そういう人たちとお会いすることはあるけどね。僕ら今までそういう機会がなかったので、野球関係とか、はいはい、ばっかりじゃないですか。そうか。で、やっと僕の1年に業務抜いて、うん、なおさんの企業さんの仕事とかね、知り合いになって、他の人がね、何も言ってる、いろいろ勉強してるんですよ。娘は娘で、そっちの道へ行くとか、うん、これからいろんな人と会うと思って。目指すタレントさんってどういう人たちなの？米倉と土屋太鳳さん。ああ、俺の娘みたいな子ね。タオタオになっちゃうよ。タオタオ。タオタオ。彼女はだから、そのタオつながりで2回一緒になってるわ。へぇ、そうなんすか。そうそうそう。土屋太鳳さんはすごくかわいい。藤部系の映画とか、すごく、もともと日本人じゃないから。そうだ、彼女はもともと、あの、なんか、あの、ダンス、ダンス踊りできる子だったんだよね。すごく運動神経がいい。そうマラソンも走ってましたよね。あのクイズ番組で。最近あの子供さんまでですね。うん。よしてるでしょ。そうだよ。最近でしょ、結婚したの。そう、だから子供が生まれて、もうちょっと、今。ね、うん、3年ぐらい前まではなんか独身運営でずっと赤い子が。大女優さんじゃないですか。うん、お姉さんがいるのに確か。そうです。ね、知ってる。じゃあ、あんた違う全然違う。俺は僕より年上じゃん。いや違う。ちょっとまずいよこれ。名前入ってきたから。年はもう知らないですよ。すごい大ベテランに見えるから。大丈夫。大丈夫です。そうか、失礼しました。それ言われてもいい時じゃないから、いい時でしょうがないよね。そんな時代話けついてくださいよ、お母さん。ついてこっとそんな時代がちょっと10年、10年、20年となるでしょ。だから孫の世代みたいな。そうか、女子野球選手にはならなかったんですね。ああ、そうか。今、女子野球選手教えてるんですよ、お父さんがね。お父さんが今教えてる。うん、だから、コメント入ってるんだ。そうか、タイガースウェイマン。違う違う、じゃなくて、あ、高校生だよね。高校生教えてるんだよね。じゃあこのもう年末なので、来年ちょっとこんなことやってみたいなっていうのをさ、みんなにちょっと聞いてみたいな。まず愛ちゃんは何を来年は一つに立つ、もう来年。そうそう、ミュージカルの舞台とか、事務所でのいろんな関わりであるので、前までは事務所に入らず、自分でフリーで受けたいオーディションを受けてたので、やりたいようにしてできたけど、はい、今は、ね、事務所っていうのが、今は事務所に高校1年生から事務所に入ったので、だからあのミュージカルじゃなくて CM のお仕事とか、そっち方面が今メインになってるので、あ、憧れの CM だね。どんな形の CM が一番いいの？例えば、まあ、あれじゃないか、パンツメーカーとか、まあ、大きな会社の CM なんだ。最初に出てくるのが、有名だよね。たまたま。大きな、やっぱりそれなりの、ね、みんなが知ってる会社。リザーオンとかですか？じゃあでも関西のあれですよ、あのもうやってたの？エディオンだ。ミサホームはやってないの？ミサホームはエディオンやってたの？ミサホーム大成建設か。いや、何かですか、言っとかないと。言っとかないと。創建とか。創建とか、小林住宅とか。いいね。アスメーカーもいいよね。アスメーカーいいですね。こんなアットな私です、ね、アットホームですよ、それは。アットホームでもですよ、いや住宅メーカー。なるほど。だからそういうのをやる。そうですね、もうミュージカルはずっと小学校1年生からしてたので、あ、そう、今この高校3年間ミュージカルは一切触れず、練習しかしてて、いろんな他の仕事をしたので、18歳からはミュージカルに関われるようにしたいな。
でも今ムズムズしてる感じがね、もうミュージカルやりたくて、ファミリー感みたいな。あどこのお店だっていうあれが来たんで、こういうあ、まあ、ミヨンっていうね、はい、ちょっと一回ミヨンっていうこういうお店、あ、こういうこういうお店で今これ今、あの次男坊がやってるこの11月の20日からオープンしたとんかつ屋兼ぜひ食べに豚しゃぶですね、美味しいです。これ宣伝もしとかないといけないね、こうやってランチ中心にやったんですね。いや、本当に夜の方がいいですよ。今、彼女はあのアルバイトしてくれてるんですよ。あの空いた時にね。4月まで。そうですね、あのお手伝いしてくれる。いつぐらいまでやってくるんですか？4月ぐらいに。4月ぐらいまでね、ちょっとお手伝いしてもらうって形でね。はい、ドガしてて。そうか。で、来たら愛ちゃんに会えるの？そう、いいタイミングで会えばね。ここに来たら。常にいるのか、あきら。あ、内緒だ。カットじゃないですか。今のカットです。すいません、今のカット。お手伝いだから。知り合いだから。で、くじ、お父さんのくじは、来シーズンはどういうことを、なんか自分の目標っていうか、あの。いや、僕は、あの、あれです。塾と自分の預かってる生徒と今小学生の子供、男の子5、6年生5、6年生ね、中学生もいるんだ、はい、そういう子たちが今度1年ずつまた学年繰り上がっていくので、はいはい、その子たちがまた来年一緒に多分やると思うので、でも今年よりまた少しずつレベルアップがある。あと女子高生のもやってみる。それはもう本当に一番よくあの負けてばっかりで、あ、そうなの、悔し涙しか見てないので、あ、そう、一回勝ってもらえない。高校1年生やっぱ2学年違うんですよ。あ、はい、1期生なんで、はい、さすがにやっぱその2年の差っていうのが、そうか、まだ下のレベルの人たちをこう今から上げていこうっていうところなんで、ね、来年ちょっともう2年生になると、うん、ちょっと上との差、そうか、縮まると。で、今度下も入ってくる。はいはいはい、ウーロンでさ全体のレベルが大丈夫。はい、じゃあ何かあったら、コメントあったら、みんな、あの、早中やります。みんな、その上まで大丈夫。みんなっていうのは、この途中やるんだよね、最後。あ、まとまって、うん、あと企画をしてほしいところですかね。あ、今これやってるじゃん。止めてもらうかと思います。やりかねないから。そうそうそう、中日でコーチある？コーチではね、選手でやってたよね。コーチあるって。あ、これから先？はい、あ、これから先も、いやいや、まだまだ全然問題ない。まだまだ問題。全然関係ない。今まだ54。4です。やぶ55？普通の方ですか？でも我々ともそうだよね。一回りどころじゃないんだけど、一回り以上ですか？以上違うんだもん、全然やめるよな。そうそう、僕の墓負けるんで。考えたら俺もこれまで8番やったから。これ何分くらい？まあでも、でも今でもやるけどみんなまんまんだもん、この前あったら。いや、僕はまんまじゃないけど、川田なんか。川田さんまんまっすよ。コーチは来たんですよ、やっぱり。だね、ノックも出ないといけないし。あと、あの、おかわりに乗っかったし。意外と監督は、あの、まあ、精神的にはいろいろあるけど、体をこう、酷使するっていうのはあんまりない。じゃあ、ヤブさん聞きましょう。ヤブさん、来期こういうことをやる、目標は、タワさんと釣りに行く。あ、まだ連れてってもらってないか。そうだ、行きましょう。一応、あの、魚はね、あの、カンパチはないと。カンパチ釣れないんだ、なかなか。私も釣りに行きたいんです。どうなの？釣りに行った。別荘海だよ、海。船酔いでちょっと心配なんですけど。大丈夫です。船酔いするのも一つしょうがないっていうぐらい気持ちでいかないとね。そうですね、俺それがあるから絶対無理。私は釣りに行って釣ってもらったら食べ焼くわ。釣りじっとしてられない。船の場合も最後来られるとどうしたい。じっとしてられない人が一番釣るんですよ、本当ね。実はそうそう、あのね、短期の人の方が釣りには向いてる。本当ですか、うん。僕らもうすぐ竿を動かしちゃいます。いやいやいや、もう家でもすぐ動かしちゃいます。いろいろ考える人の方がね、あの、向いてるんで。まあ僕は、あ、実は明日も行きます。お、明日も行きます。えぇ、日本海、日本海こちらが中央のやつしか残ってないですね。大丈夫ですか、雪。いや、もう全然天気がいい。自転車で、自転車で明日は車で行きます。200キロかけて自転車で。明日は車だから、また日帰りですか。日帰り、日帰りでね、一応明日のターゲットは
平政とあと正月用のタイが釣れたらいいなと思って。そうそう、釣った魚全部タオさんが地域も全部してやりますから、だから釣れたらパックしてくれる、またご連絡を差し上げますから。シンクパックでこの間もいただいた、美味しかったでしょ。あれはあの魚は平政という魚で、あの佐田さんのところから送っていただいた、もう価値のある魚です。お酒は何を飲んでいますかと。あ、僕はね、あのこのイーブンさんのね、これあのグースあれなんですけど、あの久米島の久米線っていうね、あの1年目に久米島でキャンプ張ったんですけど、楽天の時、その時のあの久米線の社長がみんなにこれくれたんですよ。だからもう23年経つんで、3年ものだったのでね、もう23年ものになるんで、このクースっていうのは瓶詰めしてもあの熟成するんです。だから今すごいまろやかで美味しいです。飲んでるのはタオさんだけです。僕だけです。みんなアルコール飲む人がいないんですよ。どんどん、ヤゴさん、とても食べてる。めっちゃ食べてます。これ、まだ5枚目ぐらいですよ、これ。愛さん、お父さんは普段はどんな感じですか。優しいですか。優しいよね。もう優しすぎますよ、ね、優しすぎるぐらい。横にいるのに本音言えないよね。でも怒られたことない。一緒にいる時間が少なかった。ああ、そうか。それが怒られるっていうのはね、なかった。ネオ君、もう全く面影ないやん。ないない。ちょっと今、あの愛ちゃんの同級生が来ましたので。映っていいですか、大丈夫ですか。許可いりますよ。今生配信してるんだよ。あ、あのあれだよ、あのー。あ、ネオ君。フットサルの U18 の代表に、なんか代表だよ。ね、強化合宿だな。何の？テレビちゃうよ、俺の YouTube。じゃあネオ君、ネオ君今ね、あの来年の自分の目標をみんなで喋ろうってやってる。オーダーの方。じゃあネオ君の目標。これ映ってる？U19 日本代表に入って、結果残してる。はい。うわあ、僕もうちょっとちっちゃい頃しか知らないから、うわあしっかりしたなー。頑張ってな。お母さんの記事、全員読んでます。あ、違う。お父さんが捌くのですか。魚は全部捌きますよ。魚は全部自分で捌きます。ダオスイさん。ダオスイさん。ヤブさん、現役時代、何のキャッチャーを投げやすかったんですか。ベンジー・モリーナ。アメリカかい。いや、本当投げやすかった。本当。でかいから。いやいや、あの、グローブを動かさない。あ、うまい。あ、投げに行ったら片山大輝から。あ、そうなの。そうか、そう。こう構えて、サイン出して構えてからこうやっちゃう。そう、的当てだって言いながら。こうやっちゃう、キャッチャーを打つ。そう、投げない。そうか。似てる、似てる。でもそれキャッチャーの大変なんでしょ。そう、そうじゃない。これは取りやすいんだよね。これやったら同級生、同級生がそう。似てる、似てる。さんの息子さんのお店です、はい、あ、そうです、はい、そしてあ、はい、岡さん70歳、古希を迎えた岡さんの来季のなんか目標来季言いますか。あ、走り疲れた。スマヨーじゃない。いや、個人的にならば、うん、はい、あの、まあ、タオちゃん、おやじさん、みんなゴルフ行くけど、ああ、今年の目標、来年じゃないよ。うまくなってんね、すごい。レイジシュートしたいな。レイジシュートね。頑張りたいなと。あ、すごい。よかったよ、野菜。無理や、無理や。レイジシュート、ハーフだった。何だよ。何だよ。前さんは2回ぐらいやってます。飲み物。だから前ぐらい。前ぐらいやってるからね。だから、それはちょっと、よく飲み物、ポン酢でいいや。うん、なるほど。いや、いつかエンジンシュートしたいね。あ、これいいですね。プライベートではね、うん、あとは元気で仕事ができればなと。元気でね、そうだね。入ったか。入ったか。じゃあ今度僕はですね、何かな。そうやって言われると特にこれ僕はあの、いつも毎年の目標は今まで釣ったことのない魚の種類を釣ってみたいと思う。種類ですか。種類。大きさじゃなくて。大きさじゃなくて。2メーターオーバーのカンパチ。大きいのはあの
場所カジキが釣ったな、2m50 あれはケアンズでオーストラリアだけど、あれはねタグをつけてリリースしてあげたの、戻してあげたの。だからその前にね一つタグが釣られていてて、それがハワイ沖で一回釣られてるらしい。南面にハワイ沖で一回釣りました。でリリースしてもらいました。で僕らはオーストラリアのケアンズ沖で釣りました。釣った。でまたタグをつけてまたリリースしてあげた。だからあの魚は2回命拾いしてる。そういうのは連絡来るんですか、次の釣ったら。来ない。来ないんだけど、でもそういう、あ、こんな魚だったんだなっていうのが。あのオーストラリアってそういうのは、僕らあの時言ったの、漁師はカジキを釣っちゃいけない魚なの。漁師がカジキ釣っちゃうともういなくなるの。だから普通の一般の我々みたいに遊びで釣る人たちは釣ってもらっていい。でもなかなか釣れないってことですね。でも持って帰ってもいいと、そうやって言われるんだけど、海外で持って帰れるとこないしね。今日はお正月番組さ、うん、去年やってたと思うんですけど、大間のマグロやってました。大間ね、あれはね必ず視聴率取れるのよ。1月がまた去年のやつやったんですよ、うん、で今年バージョンにつながるみたいな。で今年は今年で今度1月何日かに放送するやつ。あれね毎年出るおっちゃんがおってさ、我々とちょうど同い年のおっちゃんで、その人が下手っていうのが一つ売りになるよ。あの山本さん、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 下手っていうのが一つ有名でね。息子の後継ぐ。あのいつもなんか逃がしてしまうっていう。不安そうな顔して。黙った気持ちで。でもあれがいいキャラクターなんだな。あれの番組大好きやっぱり見るんだよね。海はあるじゃん、見ちゃうんですよ。200キロとかつったらすごいあれなんでしょ。お金にもらうなんか。あれでもね、やっぱりその時その時で値段ものすごい差があるから、うん、どういう人たちが買いに来るか。前何さんは釣らないでしょ。マグロはね、今年はね、でしょ、日本海は130キロクラス の、 あのマグロがものすごい飛んでいたの。で僕ら釣りしてて横飛んでたもん。狙ってる人はいっぱいいたよ。で実際釣れてただけどね、一匹釣るのに3時間半かかるとか言われて格闘ですね。そう、電気ショックですよ、見てたら。あれ電気じゃないから、日本海は 魚にね。日本海のやつはもう全く遊びだから、 あれは職業だからそういう電気使うけど、あれはもう本当に格闘技だから。大間のやつは電気ショックだから、最後だって300キロなんて上がらない、ね、腕で上がらない。いやだから電気ショックで痺れさせる。ジーシーってのはジャイアントトレバリーって言って、あのロニアジ、あロニアジは釣ってます。ロニアジはね、僕はあのインドネシアのロンボク島っていうところに行った時に、いっぱい釣りました。いっぱい釣りました。あれあのインドネシアの地元の人たちにロニアジとあとあの磯マグロっていうのをあのいっぱい釣れたんでプレゼントしてあげて、すごい喜ばれました。喜びますよ。おじいさん、母さん、釣りの魅力とは。釣りはもう全て魅力なんですよ。当てたり当てたり自分であの仕掛けを作る。それで、それで釣るでしょ。それやってます。釣れなくても、こう今海の底がどうなってるのかな、魚たちがどういう感じで今思ってるのかな。魚の気持ちいい。そう、魚の気持ちいいで、釣れたら今度やっぱり血抜きをしてあげて、まあ、うまくあの美味しい状態で家に持ち帰る。それで、まあ、知り合いに美味しく食べていただく。それが、で美味しいって言ってもらうのがね、やっぱり楽しみ。うん。こんな感じですね。はい、いっぱい来てます。来てますか。はい、釣りは船で咲いてます。僕はもうね、ザ・フィッシングっていう番組があのテレビ東京、テレビ大阪でやったんですよね。あれにちょこちょこ前は出てて、でもほとんどの釣りはやったんですよ。アユから、フェイリュウから。サンテリンも出てましたね。サンテリンもやってるけど、で、あとあの磯釣りから、いろんな釣りやって、で、たどり着いたのが船。船が一番楽っていうのが分かる。連れて行ってもらえる。連れて行ってもらえる。で、餌もだいたい水槽が用意してくれて、だから道具もそんないっぱい持っていかなくてもいいし。
うん、まあ、竿とか皆さんもし最初やられる方は竿とかリールとかそういうものはもう買わないでも船に大体用意されてるんですよ。だから出るからね、1000円とか2000円とかちょっと足せばそれでできるんですよ、うん、だからそれでやるとそれで自分でどうしてもこだわり出したらこの竿買いたいなってなればいいんで最初から買う必要ないんでね。じゃあ誰でもやってください。これもう魚の喜びっていうか面白さっていうの出ますね。竹の竿の竹の竿大高飛びじゃないですか。大高飛びじゃないですか。ファイバーじゃないから竹で記憶を飛ぶから。じゃあ体の不調はないんですか。体の不調は何人も大丈夫。これだけでは持病もさ、あるの？なんだかんだでもね、70年だったらお互いにね、あるか精神が、倒ったのが精神からだったけど、まあ精神までないにしても、多少が出るけど、精神かかるんだよ。今、精神かかるんだよ。まあ、これよりも、あっちにまだ言い忘れたけどね、さっきね、僕の学生と宿泊生をやってほしいって。教えてるんですよ。今年、報徳春の戦略で、準優勝されて報徳学園。そうです、見てもらう。1番、2番、4番とピッチャー、4人、俺直に教えた子が、うん、だから、岩本、自慢じゃなくて、一緒に接した、嬉しいなと見て、岩本、山松、あ、そう。で、4番の近藤かな。で、ピッチャーの牧。わー、頑張れ、頑張れと思わず感動して、プロ行ってキャッチャーは。え、あの子は見てる。愛ちゃんは高校野球もなんか関係してたんだよ。選抜のイメージキャラクター。イメージキャラクターもやってますよ、愛ちゃん。今年、イメージキャラクターやってたので、ちょうど報徳と山梨学院で全部こう見てたから。イメージキャラクター、だからその時の監督、大隅監督が、俺らの練習場にもね、中学生をスカウトする見に来てくれたりして、兵庫痛み、兵庫痛み、兵庫痛み、ヤングリーグね、そういうちょっとした縁で、やっぱり出ると、やっぱ夢にも会える、嬉しいよね。そうですか、まさに教え子みたいなもんですよね。でもさ、偉そうに言えんか、教え子に言っとけば、教え子に、教え子ですよ、一回でも教えたら。自分がプレイしてるのもいいんだけど、人が活躍してるのを見るって楽しいよね。誰がもですよ、僕のとこ来てる子でも夏休み小学校で全国大会行った行って、サヨナラヒット打ちました。嬉しい。そんな言われると嬉しい。やっぱり言われると嬉しい。本当嬉しい。ブータンが今度国際の女子、昨日届いたな、男子の同じ神戸国際の生徒が同じ伊丹出身で来てるのが挨拶。おばあちゃん、だからやっぱりそういうので、ね、中学から高校やばいね。そうですね、学ばないでしょ。ちょっと今日はこのお店に関連している人たちがいろいろ来られてるんですけども、ちょっとその人たち俺が回って大輝のなんか何言うの抱負を聞いてみましょうかね。よし、じゃあちょっと行ってきます。大輝の会話マリちゃん大丈夫？何かね。マリちゃん、ネオ君のネオ君のお母さんです。ネオ君のお母さんです。はい。もうマリちゃんとも長いね。ああ、なに。それでネオ君がいて、アイちゃんがいて、アイちゃんのお友達。まだこの3人だから同級生な。小学校が一緒。しげちゃんね。しげちゃんね。しげちゃんね。そう。こうやってみんな一緒にやってます。そうだよ。そしてこっちにはこっちにはこっちにはこういうこういう人たちがいます。やめてくれます、そのドアップやめてくれます、はい、母ちゃんドアップ嫌分かってるよ。こっちは大丈夫。やめてくれる。はい、まあまあ、はい、ね、今ね、はい、来季の抱負をちょっと聞いてんだけど。来季の抱負、うん、
まあ、とりあえず本当にあのママ陸上やってるじゃん。ね、そうよ、だから本当は、うん、来季は陸上で頑張ろうと思ってたんですけども、うんうん、思わぬあのこの宿賀ミオンができたって ね、 そうね、スタッフがいなくて、今頑張ってるもんね。そう、それでバタバタで、はい、うん、どこまでやれるか、どこまでやれるかなって感じ。あ、そうか、うん、しおりは、うちは、うちの一番下の娘です。うちは来年はそうね、年収600。おお、年収いいね。年収600。そこまで頑張る、頑張ろう。そうか、新車も買ったからね。そうか、頑張らないと。じゃあ頑張ってね。よろしくお願いいたします。お願いします。そして好きなの、あとはあれ出ない、出ない。あとはか、この店主です。店主、あ、どうもどうも。はい、店主陽介です。にゃお。はい、陽ちゃん、はい、お店11月からやってどうですか、このやってみて。なかなかハードですけど、楽しいですよ。楽しいよね。うん、楽しい楽しい。なんかやっぱりお客さんがさ、なんか美味しかったって言ってもらえるのが嬉しいね。本当に本当に、ね、でね、やっぱりね、いい豚が入ってくれたんでね。そうだ、何より、やっぱり僕がどんどんね、豚の同類に。まあでもいろんな人にお世話になりながら。本当にありがとうございます。できてね、いろんな方、多分あの視聴者の方もね、何名かいらっしゃっていただいて、来てくださってね、ありがとうございました。はい、あの阪急沿線の宿賀駅から1分のところでやってますから、はい、またすぐあの看板見えると思います。また皆さんおいでください。ぜひぜひお待ちしてます。ありがとうございます。陽介の来期の抱負、どんなものを。来期の抱負、はい、今より太らないですね。それかい。お店は、お店、今より太らず、健康にですね、はい、本当に。それね、健康あっての店なんで。そうね、体の不調で休むことのないように。そうそう、本当に。そうね、それが一番大きな抱負や ね。あとはまあね、バイトの子たちがみんな楽しくずっとやってくれるのが一番いいです。まあ、可愛い子たちばっかり来てくれてるから、ね、顔で選んでるのかって言われるんですけど、ね、全然来る人が可愛いだけです。ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。はい、こんな感じで一応回ってきました。だから三個は今あれ5つ持ってるのかな。そうですね、5つ持ってるんだよね。メインコースでそのジャパンコースの坂木原も。ああ、ほんと、宿泊があるってことですね。そうなの、温泉だし、うんうんうん、泊まってプレイして泊まってプレイして帰ってきて、だいたい5万8千円ぐらい。お茶してたんだ。ああ、明日から行くやんって。17、18か。そうですね、あのクラック園の工場で。お茶飲もうか。企業主の店で電話して、そうそうそう、お茶飲もうか。だから、ハイカラのとこがあるからです。そうか。あの2階です、そば屋の。あそこね。はい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 。ランチ行ってください。ヤムでも100ラウンドは行ってないの？100は行ってない。80ぐらいですよ。80。うん、この前、まゆみに聞いたら、100はやってるって言ってたから、すごいなぁと思った。俺は年間なんか20ぐらい。そんなことない。待って、30は行ってますよ。30は行ってます。だって、11月12月は5回ずつぐらい行ってるけど、それ以外は2回ぐらい。ああ、普通に行っちゃう。で、7、8、9は行ってますからね。ああ。そしたら30やな。30ぐらい。夏はダメですね。あの夏は。今年も7月の3日か何日に行って、それでもうほとんど7月もうだから70歳とかだと前へ行けるじゃないですか。いいよ、そうすると結構チャンス出てきますね。あ、そうか、これから前へ出る。前から回ったことあるね。ゴールドね、ゴールドね。ところがスコア一緒やった。リアルゴールドリアルゴールド。リアルゴールド。
内容一緒は一緒。そう。楽ではあるよ。あの二段目がね。そうね。まっすぐがね。だから今普通ね普通で行ったら残りはうまいこと言って残りは130のところがゴールドだったら100以内。その差大きいよね。大きいよね。精神的には多分。でも技術はとついてきてないよね、まだ。基本なかったっけ？そうか。おばたを。おばたってすごい。そこの大変だよ。すごいですよ、それは。苦手か。教えてもらって。いじれるから。いや、うまい。いい。寄せよ。はい、言わなきゃいいのに。キュッと笑っとくしたな、思ったら。上からだから。今日はあのチャットでいろいろ来てくれてるんですけど、まあ、読めなかったんですけど、皆さん申し訳ないですけれども、まあ、こんな感じで、忘年会やっております、まあ、これからもうちょっと続きますけれども、生ライブはもう終わりましょうか。あ、もうですか。もうちょっと置いとくのかな。タオさんの奥さんと娘さん、こんばんはです。あ、こんばんはです。あ、おばあちゃん、いろいろ来てくれてますね。西安高校。じゃあ僕は読めるやつ一回読めれば。読めるよ。来季のタイガースの予測お願いします。え、これか。こんな優勝ですよ、また。これどうしたの？スクロール、はい、スクロール。ヤマさん、しばらく強いです。はいはい。増えた言っても、真中さんボディじゃないからみんなスリムに見える。真中の方が太って見えるって。そうかな。マナカはで、あとはサツさん、ヤマさん引退して一時期全身パンパンでしたよね。そうだろ。で、トリハツさんは岡さんも若いよな。で、ひよこちゃんは真由美さん、岡さん、あ、梨田さんも呼んでって書いてある。同級生ですね。同級生ですね。すごい同級生ですね、28年。だから、まずは中畑、ね、太鳳ちゃん、梨田。帰ってきて、いいの？打ち上げ会ね。だ今回、日発会の、ね、集いみたいなのも、落合かなり誘ったんだけど、ね、結局来なかったね。最後ね、あれ不思議なの。ほら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 。夕方の水前で食べたら、こっちより最初に食べた。いや、ほら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 。で、その後にタオちゃん、中畑、前に出した。なんで言ってたの？多分、晩飯食うようにしてたね。だから、その時間がうまいんだよ。一回で全部言ったよね。全部言ったよ。これはちょっと、席に近いぐらい。ほとんどみんなバラバラ使わないけどね。こう言っちゃうんだよ。落合さんと中畑さんは今、サンデーモーニングね。だから一回あの絶対落ちより先に勝つと言ったらやられるぞみたいな話したからね。あのまんま。アルバムでタオさんも出ました。出た出た。やっぱディレクターで変わるとまた変わる。今上原でしょ。あ、そうそうそう。あの白い自転車。あ、そうそう。ヤムさん、YouTube はもう足りないんですか。そうなんですよね。最近。なんか事務所がやる気ないみたいな。あれやるかもな。いやいやいや、大変ですよね。もうタオさんすごい頑張ってるわ。いやいやいや、これもうやりだして面白くてね。自転車に乗って続くっていうことで、やっぱ面白く感じないと続かないね。やり続けるってすごいな。本当そう思うわ。逆に言っちゃったかな、俺。こう行くなあかんのよ。下に行くんですよ。下に行くんだね。だから上にこうスクロールして。めちゃくちゃ来る人が可愛いは名言。あ、なるほど。可愛い人を選んでるわけじゃなくて、来てくれる人は可愛い。この世の、あのお手伝いしてくれてる人たちが、ね、だから僕の身内だ。身内やな、なるほどね。あ、そして、ひろき、友沢さん、どんどん登場まだかな。あ、どんどん知らないの、あんた。どんどん、どんどん、動画見てくんで。みんな知ってるよね。みんなまだ。どんどん知らないの。どうじゃ、もうすぐ現代版。え、なに。あ、エミちゃんの旦那さん。ご主人。あ、ご主人。あ、どんでんか。どんでんか。私、動画を紹介したらいいですか。あ、YouTube でしょ。あ、主人です。
ドンペセルこっちの一番あのちっちゃい顔はギャグです。あ、どうもあ、ドンペさん、すいません、よろしくお願いします。あっちゃんも来た。あっちゃん来た。残してるみたい。あっちゃん来た。あっちゃん来た。あっちゃん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 。どうぞ。俺帰ろう。大さん、大さん、ニョコ炊いてる？本当に？飲んでる。何のこと言ってね。何もないけど。大丈夫ですか？大丈夫ですか？おーんですよ。おーんです。シェンロンと一緒でしょ。願い事を言ってみよう。聞くだけ聞いてやる。何もないから。見てるかもしれない。おー、見事だよ。いいよ。別に価値観ないし、なんか別に悪くないし。冷凍庫ってあった、冷凍庫ほら。あ、そっちだ。何それ。ヤムさん、富士山の先日のタイバスの飲み会は、あったかいのじゃん。ほんまや、言うか言ってくれ。あんまり言ってない。マリちゃん見たら、ずっとパスタ食べてる。あれは、マリちゃんには仲良い。飲み会、あの、副紹介、2つ取りました。これも2つ取りましたからね。みんな僕はなんか20年前ぐらいに沖縄でバイトしてたイタリアンの店でこれ付き出しで出してたんですよ。横浜市の話、僕は好きで僕もずっと好きだ。あの市長は、横浜市長が同じ水戸院ことでダウちゃんが見に来てるように知ってて、で自分の団長であるから見なかったから、あ、来られて俺らは未来通りで帰ったんだけど、朝探してくれたんだ。そうか、そうか、ね、ありがたいこと。これ 1.5 キロ食い切りましたね。ましたね。そのうち大体俺1キロぐらい食ったの。でもやっぱり雑炊が美味しいからね。あ、そうなんですか。これからですか。これから雑炊。じゃあ雑炊の前に一応生ライブ。美味しいのよこれ。あんまり見たことなかった。生ライブ仕事。はい。これどうね。はい。以上です。ありがとうございます。調べてください。宿題です。宿題で。怒られます。アイちゃん、はい、これどうやったら終わるの？終わっていいですか？失礼します。飲んでね、調べたら終わる。で、終了。